皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。今回は初心者はこれ引けシリーズの3本目の動画でございまして、今回はアジアンカンフージェネレーションさんのソラニンという曲を練習させていただいております。どうでしょうか、ここまでうまくできておりますでしょうか。3本目の動画では、今までお知らせをさせていただいた通りアウトロの練習をしていこうかと思います。今まで A メロ、B メロ、サビ、そして感想、たくさん練習してきましたけども、最後のアウトロの部分を練習していきます。で、これがね、その、難しくはないんだ。ややこしい。覚えづらい。法則性がない。ので、ごっちゃになる。なんかそんな感じの、難しさでございます。まあね、楽譜をね、ダウンロードしていただければね、その全然この動画いらないと思うんですけれども、一応この音名をババッと言っていきますので、メモを取りながら、ご覧いただけると幸いでございます。とりあえずざっくりいくとすると、16小節っていう塊が3ブロックあります。16が3ブロック。結構長いです。その16。そうだな、とりあえず紙とペン用意していただいて、なんか音名をメモしていただいた方がいいかもしれない。なんか弾き方うんぬんかんぬんじゃなくて、弾き方はずっとオクターブなんだ。ずっとこのオクターブやってんだ。ずっと。でも、ポジションがいろいろこう、あちこちあちこち行ってややこしいんだ。だから、その音名をまず、音名をまず予約、メモしてみてくださいませ。紙とペンを用意していただいていきます。16個ずついきます。16個ずつ。まず、みが打つ。みみみみ、れれみみ。で、ファ、そう。みみみみ、れれみみ、ファ、そう。これが一段です。バーっと書いたら次の段に行ってください。いきます。ししし、ららららししし、ど、どどどど。ししし、ららららししし、ど、どどどど。次に行きます。ドドドレ、レレレレ、ミミミレ、レレミミ。なんだこの時間。いきます。ドドドレ、レレレレ、ミミミレ、レレミミ。これが3段目です。4段目いきます。ファ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 、ファ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 、ミミミレ、レレレレ。ファが8個ってことですね。ファ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 、ファ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 、ミミミレ、レレレレ。こんな感じです。これが第1ブロックの16、16小節。いいか。そんな感じでございます。いきましょう。まあ、最初、2本目の動画でやりました、この5弦の7フレットに人差し指を置いて、オクターブを弾いていきます。小指が3弦の9フレットってことですね。ここで、まず、これがミの音なんですけども、ミを4つ弾きましょう。ミ。で、その次、レに関しては1個向こうです。人差し指が5弦の6フレットになるところ。ここはレ。だからミ、レ、レ、ミ、ミ。ファ、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 ソ、ソ、ソ、ソ。もう一回いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ミ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 、レ、レ、ミ。ファン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 、ソソソソ。で、シは1弦、14フレットですね。人差し指が5弦の14フレット。シシシシ、ラララララ、シシシ、トトトトトト。シの向こう側、人差し指が5弦の16フレットの位置がドです。もう一回2段目いってみましょう。2段目いきます。1、2、3、4、シー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 、ラララララ、シーシーシー、ドドドドド。こんな感じ。で、3段目になってくると、レの音が入ってくるんですけども、レの音がね、上のレなんだ。さっきのこの下のレ。こっちじゃなくて、上のレなんだ。これがね、ちょっとね、やりづらい。人差し指が4弦の13フレット。と小指が2弦の16フレット。ここです。で、3弦がハーモニクス出やすいんで、薬指でしっかり見通しましょう。こうですね。
スのレのドなんですけれども、途中からこのレに行きます。まずドが3つ。ドドド。そしたらレ。ドドドレレレレレ。で、その隣、4弦の14フレットがミです。こんな感じ。3段目、ゆっくりいきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ドドド。こんなノリです。4段目、その次、人差し指が4弦の16フレットに行くと、これがファです。ファ。こんな感じです。4段目いきます。ワン、ツー、スリー、フォー、ファ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 、ミミミレレレレレ。これで、ブロック1終了でございます。これがブロック1終了でございます。なんかすごい、って感じになりません？いや、わかるんだけど、なんかすげえややこしいなみたいな感じで。ちょっとゆっくりやってみましょうか。そのブロック1。通しやってみます。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー、フォー。シシシドドドドドドレレ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 レこんな感じです。まあ、お手元のメモをね、しっかりこうチェックしながら、繰り返し練習していただけると、嬉しいなと思います。次行きましょう。2ブロック目です。もうずっとこんなノリ。ずっとこんなノリです。ずっとこんなノリです。また音名行きましょう。音名書いてみてくださいませ。ミミミミ。ミが4つ。ミミミミ。ファ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 。ファファファソ。ソソソソ。ミミミミ。ファ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 ソソソソソ。で、次の段いきます。ファ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 ミミミミレレ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 。最後レが8個。もう一回いきます。ファ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 ミミミミレレ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 。で、ここでちょっと、オクターブ下がるとか、なんかね、下がるっていう文字を書いてください。下がる、下がる。下がるっていう文字を書いて、ミミミミ、ファ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 、ソソソソ、ソソソソ、ミミミミ、ファ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 、ソソソソ、ソソソソ、です。3段目。で、4段目。次の段行ったら、シシシシ、シシシシ、ラララ、シ、シシシシ、シシシシ、シシシシ、ラララシ、シシシシ。こんな感じです。いきましょう。音は、ま、使ってる音ばっかりですね。上のミのとこですね。最後の、1ブロック目の最後の方に出てきた上の方のこのミの音。ここで、ミミミミ、ファ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 ソ。ソは、人差し指が4弦の18フレットかな。に来るとこれがそうです。もう一回1段目いきましょう。ワン、ツー、フォー。ファファファソソソソソ。2段目はファファファミミミミミレレ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 。こんな感じ。そして下がってミ、一番最初のミですね。ここ音が低い方のミからスタートです。3段目いきます。ミミミミパパパパソソ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 ソ。ミミミミパパパパソソ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 。大丈夫ですか？嫌な、嫌になってんですか？大丈夫ですか？嫌になってんですか？大丈夫ですか？ややこしい、もういいわもういいわとかなってんですか？大丈夫ですか？大丈夫ですか？ついてきてますか？大丈夫ですか？こんな感じ。
で、その次、シの方に行って、シー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 ラララシー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 。これが2ブロックの全貌です。どうでしたでしょうか？なんかややこしいというか、わかるんだけどね。わかるんだけどね。わかるんだけどね。2ブロック目、ゆっくり全体的にやってみましょう。上の実から。人差し指が予言の14フレットのところからスタートします。いきまーす。ワン、ツー、スリー、フォー。ミー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 、ファー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 、ソー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 、ファー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 、ミー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 。オクターブ下がります。レレレレ、ミー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 、ファーファーファー、ソー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 、シー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 、ラララ、これが2ブロックの全貌でございます。どうでしたでしょうか？いやー、ややこしいところでございますね。ほんまねー。大変ですね、これほんまねー。3ブロック目いきましょう。3ブロック目いきます。3ブロック目はね、ちょっとね、音が少なくなります。いきまーす。まずね、し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 。で、その次、ら、しと書いて、このらとしはね、ちょっとね、2つとね、このね、丸で囲ってください。らとしを丸で囲ってください。丸、らしって感じです。し、し、まる、らし。で、その次に、ど。で、次の段言ってください。すごい少ないけど、次の段で OK です。次の段。その次の段は、れれ、みれ、です。次の段は、れれ、みれ。れれ、みれ。で、次の段に行って、ファファ、みれ。ファファ、みれ。で、次の段に行って、ファファファソ。で、ラに丸をつけて、し。ファファソ。ラに丸をつけて、し。丸ラってことですね。丸ラ、し。そんな感じです。ちょっと今までと、だいぶそのね、音符の個数が違うんですけれども、そんな感じで OK です。で、この3ブロック目に関しては、トレモロというやつを使って弾いていきます。トレモロ。ちょっとやってみましょうか。まず最初の、このシの音は5弦の14フレットですね。こう。5弦の14フレットに人差し指を置いて、シのオクターブを弾きます。で、ここで、もうね、できる限りの速さで、という感じで弾いてください。できる限りの速さです。がむしゃらに。こんな感じで弾いてみてください。疲れるようだったらそんな無理しなくていいです。できる限りの速さで大丈夫です。で、ここの時は、さっきまではさ、そのなんか、ミー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 、ファン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 とか言ってたけども、ここの時は、それぞれの音名で4つ数えます。トレモロしながら4つ数えます。まず、シで、1、2、3、4、4、2、3、4、という感じで、1、2、3、4が一つの文字という感じです。だから最初に4が2つあるんで、4、2、3、4、4、2、3、4という感じ。で、その次のラ、シに関しては丸をつけていただいたんですけども、ここは2個でいきます。今までは1、2、3、4、1、2、3、4できたんですけども、この丸がついているところは1、2、1、2でいきます。なので、このラシに関しては、あ、に、し、に、と、に、さ、し、となります。一段目やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー、し、に、さ、し、し、に、さ、し、ラ、に、し、に、と、に、さ、し。こんな感じ。で、上の方のレに行きます。ここのレレミレに関しては、レレミレに関しては、4拍、1小節とか言い方するんですけども、1小節ずつ、この1、2、3、4、レ、2、3、4、ミ、2、3、4、レ、2、3、4、という感じで弾いていきます。これで OK。で、その次の段は、ファファミレ。いきましょう。ファは人差し指が、ここ、5弦の16フレットインチです。ファいきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ファ、ニー、サン、シー、ファ、ニー、サン、14フレットいきます。14、ニー、サン、シー、13。
1、2、3、4、こんな感じで、最後の段、またファファソラ、ファファソラ、ファ2、3、4、ファ2、3、4、ソ2、3、4で、ラに関してはちょっと隣の弦に行きます。3弦の15フレットが人差し指で、小指が1弦の18フレット、15と18と5線、これが一番最後の最後のラです。で、その次、隣に来ると、人差し指が3弦の14フレットに来ると、一番最後のシの音です。で、このシの音は、適当にこうバーッと弾くよりも、タカタカタカタン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 、っていうリズムで終わらせましょう。タカタカタカタン、タカタカタカタン。これで1曲まるまる終わりという感じです。3段目、3ブロック目か。3ブロック目いってみましょうか。オクターブで、そのトレモロするところ、頭からいってみましょう。シシ、ラシド。いきます。ワン、ツー、スリー、フォー。ワン、シー、シー、ニー、サン、シー、ラ、ニー、シー、ニー、ロ、ニー、サン、シー、レ、ニー、サン、シー、レ、ニー、サン、シー、ニー、ニー、サン、シー、レ、ニー、サン、ファ、いきます。ファ、ニー、サン、シー、ファ、ニー、ミ、いきます。14、ニー、サン、シー、ニー、ファ、ニー、ファ、ファ、ニー、サン、シー、ファ、ニー、サン、シー、ソ、ニー、サン、シー、ラ、ニー、あらら、ラ、タカタカタカタン。ちょっと間違えた。これで1曲丸終わりという感じでございます。いやー、しかしいいギターだな、本当に。なんかすごいね、もうバリバリ使わせていただいてしまってますけども、すいません、お借りしております。1本目の動画でも言いましたけども、これ借り物なんです。こんなにバリバリ弾いておいてすいません、ありがたく使わせていただいております。まあね、最初の方に言ってた通り、その3本目の動画のこのアウトロに関しては、難しいというよりもね、ややこしいっていう意味が分かっていただけたかと思います。さっき撮っていただいたそのメモをね、参考に、こうね、バーッと順番にこうなぞっていって、まあできればその覚えられた方がいいんだけれども、ちょっとややこしいからね、なんとなく雰囲気がつかめたら、まあそれっぽく弾ければいいのかなという感じはします。です。で、ここで、ソラニン全部制覇でございます。おめでとうございます。全部終わりました。コンプリートでございます。おめでとうございます。完全走破おめでとう、おめでとう。あなたも偉い、あなたも偉い。、そんな感じです。まあかといってね、まだね、難しいところというか、そのうまくいってないところとかもあると思いますので、そこはね、うん、わーっと練習して潰していただければ、幸いでございます。で、全体的にうまくバーッとできるようになってきたらは、曲と合わせたりとかして練習していただくと、もっとギターが面白くなってくると思いますので、ぜひ最後まで頑張って練習をしてみてくださいませ。よろしくお願いいたします。それでは今回はアジアンカンフージェネレーションさんのソラニンの曲でございました。ありがとうございました。おめでとうございます。また違う動画でお会いいたしましょう。初心者はコレ弾けシリーズまだまだ続きますので、ぜひ次回もお楽しみにしていただければ幸いでございます。最後に、私滝沢勝成、ツイッターなどやっております、TAKIJAWA 滝沢という名前でツイッターやっておりますので、もしよければお気軽にフォローしてみてくださいませ。動画の感想、リクエスト、そしてご意見などコメントでも嬉しいんですけども、ツイッターとかでね、リプライバーッといただいたりとかすると、すごく僕は嬉しいので、本当にお気軽にコメント、本当にお気軽にフォロー、本当にお気軽にリプライ、ぜひしてみてくださいませ。それではまた違う動画でお会いいたしましょう。今日も長い間ありがとうございました。グッバイ、さよなら。